こいつが指定の物だ。苦労したんだぜ、首都中の古物屋を当たってよ。おかげで足が棒になっちまった。はあ、明日は筋肉痛だぜ。ご苦労だったな。一応中を見せてもらおうか。ボスたちの指定通りか。その作りフェイクでもなさそうだ。もう正真正銘の指定のブーツだ。合わせて100万ミラ、耳を揃えて払ってもらおうか。ふん、それはおかしな話だな。前金10万、成功報酬30万のはずだが。こういうのは時価でしょう。時価、よっぽど大切なものみたいだし、僕たちの努力にも色つけてちょうだいよ。あんたらの噂はいろいろ聞いてるぜ。今後も協力できるかもしれねえし、お近づきの印ってことでどうだよ。なるほどな。だったらもっといいものをくれてやろうか。てめえら、やるってのか。上等だこれ。てめえら。ハングレフ勢が。たかりは相手を見てするがいい。な、ポリカ、まさか巡回かよ。ち、お前たち嗅ぎつけられたな。まあいい、とっとと。いつの間に、どこに消えやがった。お前たち何をしている。ち、仕方ない、一旦離脱する。くそ、俺らも散らかるぞ。なんだってんだよ。不審集団を発見。通報のハングレどもだ、捕まえろ。ボンクラの首都警察にしちゃ上出来だぜ。映画探してるっつうブツ、ミラの匂いがプンプンしやがるぜ。国防外、いや、あっちの良さで調べてみるか。ありがとうございました。またどうぞ。おい、もう閉店だぞ。えいへい、分かってるっての。夢坊、眠たいんなら2階のベッド。おやすみ、ママ、おじいちゃん。おやすみな、夢。おやすみなさい。ちゃんと歯を磨くのよ。はい、これはサービス。お、サンクス。さすがは麗しのマドンナだぜ。どういたしまして。ほら、来やすいぞ不良タナコ。お前もあんまり甘やかすぞ。妙に匂いやがるな。
方もダメか。やっぱり正規の検索方法だと、こうなったら先輩のアドバイスに従うしか。動力ネット法の隙をつくやり方、後ろめたいけど。見つけた。先週末に首都某古物商から、これって間違いなくトラブルだよね。いるかどうかもわからない人。合言葉は
ベルモッティ、カフェバーの稼ぎ時はよ。あの方が、ああ、例のおっさんだ。声をかけてみるぞ。